トルニエリアは、ジュラギのタンザニア由来の竜脚類ディプロドクス科の恐竜の属である。この属は、複雑な分類の歴史を持つ。1912年、ハインリヒ・ハルダーにより、ジャイアンタソリスとして描かれた古典的な復元図1907年、ドイツ領東アフリカで調査していた、ドイツの古生物学者、エーベルハルト・フランスは一つの地点で二つの、 流脚類の標本を発見した。この二つの個体は骨格 A、骨格 B と標識されおのおの異なる流脚類の種を代表するものとされた。1908年、これらにはそれぞれギガントサウルスアフリカヌスとジーロブスタと命名された。第三の無関係なアフリカのシュガがートンにより1928年にジャイガンタソリスディクスイと命名されたが、 現在ではマラウィサウルスとされている。風雲にもギガントサウルスという名前はすでにヨーロッパの竜脚類ジャイガンタソリスメガラニックスに対し1869年にハリー cd により使用されていた。フラースはこのイングランドのものと同じ族に自身の種を配置することはせずフラースの名前は利用可能だと考えた。これは当時は後者の名は オルニトプシスのジュニアシノニムであると考えられ、またシーリーは彼の判断では十分な記載をしていなかったからである。他のドイツの古生物学者、リカルド・シュテルンフェルトは1911年、タンザニアの竜脚類をトルニエリアと改名し、トーネリア・アフレコナとティーロブスタの2種を作った。俗名はドイツの波重量生類学者、グスタフ・トルニアに懸命したものである。 1922年、ベルナーやアーネン種によるトリニエリアの再評価では一つ目の、タネティアフレコナは、実際には北アメリカの流脚類の属バロサウルスの、アフリカの種であると結論した。つまり、バロサウルスアフリカノスである。他方のアフリカの種ティーロブスタは後に、ティタノサウルス類に属しているとされた。このティタノサウルス類の種は一時期、トルニエリアと呼ばれるが、トルニエリアは、 ティアフレコナがタイプ種であるためこれは誤りであったそこでこの種独自の属名が必要とされ1991年ルパートワイルドによりジャネンシアと改名されたもしトルニエリアがバロサウルスと同じ属であればトルニエリアという名は十分に新山士官異名であるしかしながら後に研究者たちにアメリカの種とアフリカの種に属のレベルで差異が あるという意見がなされた。21世紀初頭において、この考えが普及し、2006年、クリスチャン・レマスは、創設においてトリニエリアは、明確に正当な属であると結論づけた。ヤーネン種が1961年に、ビーアフリカノスには、変種があるという認識をした事実から作綜が生じた。すなわちより華奢な後足による区別される方、ビーアフリカヌスバリエーション。 グリシリスである。1980年ジョン・マッキンタッシュはこれを主へと昇格させばロサウルス・グリシリスとした。これは現在の用法の下ではトーネリア・グリシリスとなるわけだが、この組み合わせは1992年にすでにジョージ・オルシェフスキーにより発表されている。しかしながら、レマスは2006年にビーグリシリスは裸名であり、1980年には ホロタイプも識別できる特徴も提供されていないと結論付けている。骨格へのオリジナルの要素はフランスにより一連の新タイプに指定された SMNS12141R、SM 12145A、12143、12140、12142 12ですべて首から後の由来。後に同じ個体の他の骨が回収されている。 ヤーネン種は多くの他の骨を B アフリカヌスに割り当てていて少なくとも56個体のものである計6 3 0の標本がこの種に割り当てられている。これらのうち188標本は第二次世界大戦の爆撃により消失している。しかしながらレマスはいくつかの頭骨要素及び一連のオシーを含む第二の部分骨格骨格系に確実に 割り当てられると結論している。これらは、テンダクルの後期の地層に由来しており、オベレ・ダイナソリアーマージルもしくはアッパー、ダイナソーマールというチュートニアンの地層である、トルニエリアは大きな竜脚類で、大腿骨の長さは、基地の最長で138センチメートルである。細長い頸椎と長めの前足がバロサウルスと共通している。しかしながら、 オシーの前方の詳細がアメリカの方と異なり、バロサウルスともディプロドクスとも短い後足という、祖先形質的な後足のプロポーションにより異なる。分岐学的解析の結果、レマスでは、トルニエリアはバロサウルスとディプロドクスからなるクレードの姉妹軍であると結論付けられた。すなわち、ディプロドクス赤のメンバーである。下記のクラドグラムはウィットロックによる2011年の 系統解析に基づくものであり、トルニエリアと他のディプロドクス化に属すタクソンの関係を示したものである。ありがとうございます。